ということで今日、つぐの日最終回らしいのは最終回といえばね、いろいろなものがあります。アニメとかね、最終回、ドラマの最終回。ということで、つぐの日最終回、冷酷の踏切やっていきましょうか。双子の妹を電車事故で亡くしてしまった少女は、もうこの世にいない片割れの思いを合わせながら、毎日事故現場となった踏切を通って下校していた。そんな彼女の身の回りでは、異変が生じ始めていて。では、皆さん行きましょう。カン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 、潜入開始。いや、つぐの妹終わっちゃうのかもう。悲しいでござんすよ。あ。双子の妹って言ってたから、そっか、今日は双子の話なんだな。じゃあ姉の方行くの使うってことが、使うって別になんかキャラクターセレクトみたいなのないんだけど。はい。冷酷の踏切、やっていきましょうか。はい。このオープニングで僕察しました。今みんな見てて分かったよね。そう。踏切。このタイプ、あんま見ないよね。警告、線路に飛び込まないでください。飛び込んでもすぐには死ねずに激痛で苦しむことになります。これはね、よく言うよね。聞くよね。一瞬にして、楽になれる方法ってないのよ。だからその、ね。なんか、やめよう。急に暗い話に神経臭くなっちゃうもんね。せっかく最終回だ。楽しんでいこう。楽しんでやったもん勝ちよ、ゲームなんちゅうのはいいよ。え、牛の国祭り、8月8日、日曜日。牛の、まあ、どっかの神社のお祭りの、ビラなんのかな？で、電光病院のね、看板が光ってると、診察事故、うぅ！君は、電車の中にいた少女。ちょっと嬉しい。え、高橋とかも出てくんのかな？診察時間、あ、病院だからね。まあ、診察とかあるのも日曜祝日は休みなの当たり前と。で、なんか公衆電話があって、電車のマークがあるってことは、この近くに電車があるってことだもんな。そりゃそうだよな。コーヒーランチ。あ、喫茶店だ。こういう喫茶店、あれ？あ？双子の妹が、踏切に飛び込んで死んだ。新しいパターン。これが妹か。二人とも同じリボンで色違いつけてるってことはやっぱそれほど仲が良かったってことなのかな。やっぱ双子って仲いいイメージあるもんな。で、この胡蝶忍の方が生き残ったってことなんだろうな。すべてが同じであるはずの妹。同じではないのよ。双子の友達俺にもいるんだけど、意外とね、仲良くなると、俺二人とも仲良かったのよ、双子の。兄と弟の方、両方とめっちゃ仲良かったんだけど、意外とね、気づくよ。全然こいつら違えんだなって。性格も、喋り方も、声も、顔も。意外とちゃんと見て慣れてくると、マジで全然違えなって思うのよ。同じ服を着て、同じ学校に通って、でもね、その二人ともね、めっちゃ仲良かった。確かに。ああ、止まったね。いや、もう一発目からこういう感じなんだ。いや、今回悲しい回もしかして。怪奇探偵。なんかあるんだろうな、その物語。ちょっと調べてみよう。つぐの日の物語。私より少しだけ可愛く、少しだけわがままで。あ、大好きだったんだな、これさ。双子のさ、方を褒めるってことはさ、ほんと大好きだったんだろうな。なんか BGM も悲しいって今回。締めっぽくなるってなんだって？文房具屋にプラモデルが売ってる？いい店だ。チェックしよう、こう。メモメモ。懐っこく、私をお姉ちゃんと呼んだ。ちょっと、これ今回ふざけちゃダメなやつかもしれないな。まあ飛び込み禁止の看板があって、その前に、ね、お花が備えられてるってことは、まあそういうことなんだろうな。ここの線路でってことなんだろうね。でも、私は、でも私は何？私は、赤文字が妹？青文字がこの紫のリボン。ちょっとまだわからないね。一日目は、その概要をつかめないように多分次の日はなってるから、普通の日常をここで映すんだろうね。妹の死は悲しかったけど、けど？私はあー。比べられるからな。普通の兄弟と違って、双子っつうのは露骨に比べられるからな。
妹の方は可愛いのになんでお姉ちゃんの方はこんなんなんだろうねとか、噂とか学校でもされることもあるだろうし、ひどいとこだとね、家族でもそういうことするところあるからな。双子でも違うんだよ。双子でも違う人間なの。家族は家族だけど考え方もね違うの。次の日、彼岸花ですよ。後ろに映ってんのは彼岸に咲く花。彼岸っていうのはまあ俺らが今生きている場所とは一個違う場所ね、なんですよ。そこに咲く花と言われてるから彼岸花って言われてんだね。あんま縁起がいいお花ではございません。後ろに赤い多分妹の絵が描かれてるけど、全然読めないね、まだね。背景で変わりがあるところで言ったら、まあ、落書きが増えてるところとか、まあ、最初の日で見つけたのは、まあ、妹が結構こう、ああ、妹出てこなくなっちゃった。妹が結構出張ってきてたからな。でも今回ないな。あれ？二日目の方が、あれあれだ。たかしの次の日に操作した女の子だ。多分そうだよね。いや、違う？飛び降りの子か？いや、でも絶対、前作の子が出てる、二人も。すごい！さすが最終回というだけはあって、豪華なのかな、キャストが。あ？な。小学生？あの子はでも、つぐみんではなさそうだな。あ、で、電車、あ？え、ちょっとわかんない。情報量が多くて、今回マジでね、全然読めない。で、電車のところに彼岸花が咲いてるでしょ？で、プラモデルのところいつも通り通って、けど、おかしなところは、この女の子がやたらめったら横断するところかな。多分、いちいち走って戻ってんだろうね。ガラスに映らないところに。ん？あ、違う。あ、そういうことか。あ、そういうことだ。あ、わかった。今回の被害者、あの女の子だ。ランドセル背負ってた。え？また誰かが飛び込んだの？でも今確かに踏切の音が、確かにこういう風になってる時って電車はもう止められてるはずなのに、カン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 なんなおかしい。そして後ろに、先ほどの少女が映ってますね。はい。カーブミラーに映ってたんですよ。皆さんお気づきでしたか？で、警備の人がいるでしょ？あれ？あ、影じゃない。後ろにいるんだ。すごいヘッドバンドしてる。あ、そういうこと？あ、ごめん。すべてを理解してしまった。うわ、これめっちゃ怖いわ。話して大丈夫かな、みんなに。ちょっと覚悟がある人だけ、ちょっとこの先の話聞いてほしいんだけど、おそらくね、俺の持てる知識で話すと、多分ね、その、手前にいる紫のリボンをつけてる女の子。この子は多分ね、ジャニーズ好きなんだよ。で、僕の妹である、ね、おそらく妹である子は、ロックバンドが好きなのよ。そこの多分行き違いで、音楽性の違いってすごい恐ろしいからね。そこで多分喧嘩してしまって、お姉ちゃんが妹を押した踏切に。ほら、ロックバンドだもん、こういうことするのは。そういうことだったのか、すべては。やっぱ音楽性の違いって、怖いな。次の日。で、多分被害者はあのちっちゃい女の子で会ってたはず。自分の命を絶ってしまった時ってのはなんか、よくわかんない。俺も聞いた話で、こんな知識をペラ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 話すのは良くないことって分かってんだけど、繰り返してしまうんだよね、その描写を何度も。例えば飛び降りてしまった場合は、その飛び降りるところを何度も何度も何度も自分の中で経験をし続けちゃうみたいなのを聞いたことがある。もう復旧したんだよね。あっぶな！危険だぜ、あれは。ある種事故。なんだあれ？何が後ろにいる？すっごいスライド移動してるけど。わかんなかった。くっそ。見れなかっただと。まあでも今のところおかしいところは、やたらめったら彼岸花が咲き散らかしてるところ。こんな咲くのって珍しいけどな。で、妹はまあいつも通りあそこで働いてんだろうな。アルバイトしたんだろうな。あ、でもそういう風に読み取れるかな。すごいドクロがいっぱいいる。すごいドクロがいっぱいいたよ、今。どうして電車の音がすぐ近くに聞こえる？どうして電車の音がすぐ近くに聞こえる？
踏切はそっか正面にあったのにこの真横を通るはずがないのか。で、あれ郵送電車なんじゃない？うわ、これ繋がってる話がちゃんと。お姉ちゃん、ずいぶん大人っぽい声だな。吐息混じりのさ、美人さんの声ってさ、耳元で言われたらさ、夜眠れなくなっちゃうよね。気持ち悪いと思った方正解ですよ。別にね、責める気はないです。私も、助けて。やはり妹は自分の足で飛び込んだわけではない。で、ガラスが、危ないな。え？あ、妹か。あ、で、やっぱ前日の事件はやっぱこの女の子だったんだ。だから何度も何度も繰り返してあそこ通ってたんだね。てんてんてんと。昨日亡くなった人の家族かな。うわ、こういうパターンの話？はぁ。いや、別に、ごめんなさい。あくびしたのは別にそういう、ね、悲しんでますから、ちゃんと私も。たまたまタイミングですから。もう2時過ぎてますから。いるんだよな、そこに。元気そうだよ。これは背が高いわけじゃないね。頭だけが乗ってるっていうふうに考えた方がいいね。ん？わしらを連れて行かんでおくれ。わしらを連れて行かんでおくれ？これはじゃあ、あれか、この家族は何人もここで導かれてしまう、いや、導かれてるっていうか、誘いを受けてしまってるっていうこと？いや、笑っちゃダメだね。泣き崩れちゃったんだな。で、多分これが今までいた被害者の方々なんだろうね。で、後ろでは飛びます飛びますで上に飛んでった女の子が、こちらに突進してきたのはいいんですけれども。今回すごいな、脅かし要素のレパートリー。いつも以上に多いぜ。で、多分見入られちゃった子たちは、人たちはみんなこうやって、ここで必ず命を失ってしまう。ってことなんだろうね。この警備員の人もだって前日、すべての元凶は妹？いや違う。妹も何かしらの被害を受けて取り憑かれてしまった。そう考えるのが妥当なのか。すごい目綺麗だった、今。色はともかく目は綺麗。次の日あんまり目出てこないから。美しい目は素敵だと。私はそう。で、どんどん悪化してってんだよな。背景の絵も、彼岸花の量もとんでもねえからな。さすがにここまで増えたらね、駆除すると思うのよ。駆除って言ったらあれかもしれないけど、多分抜くと思うよ。え？うわぁ！有名どころ来たぁ！キサラギ駅。これはなんだっけな、理解、え、じゃ、わ、え、なんかね、いろんな怖い話で出てくるキサラギ駅は。有名なんだね。実在しない駅。そこはそもそも本当にこの場所、現実にあるのか、いや、そもそも聖者がいるのか、亡者がいるのか。そう。キサラギ駅は、狭間の駅と言われてるんだね。聖者と亡者の。そこはすごいね、不安定な場所で、一歩間違えば、生きた人間も、死者に連れていかれてしまうと。お姉ちゃん。で、亡くなった方々はそのキサラギ駅の方に向かって歩き、自分のあるべき場所に向かおうとするけど、そこに居残って、悪さをする奴もいるって話なんだね。私が死んで本当は嬉しいんでしょ？嬉しいっていうか安心だからな。嬉しいと安心は違うからな。悲しさもその分あっただろうけど、でも聞いてほしいの。はい。これを聞いては本当はいけないんだけどね。私は呪われた電車に引かれて郵送電車だ。この子も被害者だったんだ、やっぱ。気づいたら知らない駅に迷い込んでたの。なるほど。あの電車自体、あそこで関わって亡くなった人はすべて木更木駅に運ばれてたってことか。だからあの電車に乗ってた読書ガール。あの子も、おそらく木更木駅に向かっちゃったってことだよね。連れて行かれたってことだから。本当に聞こえないの？この子に聞こえてないかどうかわかんないけど、足には聞こえてるでな。前回のここで女の子たちを弔った家族も全員持ってかれちまったんか。てん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 。あ！境界線になってる。踏切が。あの日も今日みたいに霧の濃い朝だった。
確かに霧が濃い日って何かしらね、憂鬱、陰鬱な空気をね、人は持ってしまうからね。あの日お姉ちゃんに置いていかれた私は、一人で学校へ向かう途中で、奇妙な音を聞いたの。次、早送り。この電車の音か。すぐ横を電車が走るような大きな音と衝撃だった。それ待って、お姉ちゃんも受けたよ。そして私は何かに引き込まれるように足取りを進めたと。そこで着いた先はそう、踏切。鳴り響く踏切の中に飛び込んでしまった。そう、誘われてしまったんだね。亡者の声にこう引っ張られちゃったってことだな。この電車は死者たちを乗せてもうすぐ出発するみたい。で、お姉ちゃんもその音を聞いてしまったと。これ今回妹は助けに来たわけじゃないよね。だよね。私たちずっと一緒だったよね。まあ仲良し小良しの双子だったんだろうね。もうここは如月劇だ。もう背景もだって駅構内になってるもん。もう抜け出せないね。だからお願い、お姉ちゃんも一緒に来て。でもこれ次の日じゃなくて次の日だったよね、まだ。まだチャンスはある。でも姉子は、本当に聞こえてた。やめて。連れて行かないで。私はまだ、死にたくないの。まあそれは妹の方もそうだったんだよ。でもそんなお姉ちゃんを許せないんだろうね、妹は。執着っていうのはね、恐ろしく怖い感情だからね。執念と執着は違うからね。そこだけは履き違えないよね、皆さん。すーぐのー、最終回、次の日。最後の次の日だよ、みんな。しかと堪能あれ。では、楽しんでいきましょう。背景見る感じ、もうがっつり、キサラギ駅の世界に迷い込んでしまったね。お姉ちゃん。もう、逃げ出すことはできないし、次のシリーズやってて思ったけど、必ず主人公は、いい終わり方はしないんだよね。さあ、びっしり彼岸花。で、多分ね、おそらくもうこの現世にいる人たちはここにいないのよ。もうなんか言うならば、もう、うつしおに連れてかれてしまったのよ。うつしお隔離お隔離おか。あ、うつしおか。あ、うんうん。とにかく聖者ではない亡者の世界に迷い込んでしまったというわけでございます。てん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 。お願い、私を連れて行かないで。ああ、でももう目の前に来ちゃってるね、電車が。これはさっき妹さんが言ってたまんまの状況が起こってしまってると。奇妙な音を聞いてしまった。そう、その奇妙な音を聞いてから、なぜかわからないけど、誘われるかのように踏切の中に行ってしまったと。さあ、オールスター感謝祭。今まで会ってきた被害者が、ここに置いて、ここずつばかりに、この主人公のお姉ちゃんの方を驚かしにかかってくる。だけど、今のところオールスター感謝祭だとしても結構もう、あ、使い回しか。すいません。出来さらぎ駅でね。だからもう連れてかれちゃったことをもう理解してしまってるんだね。やめてくださいまし。いや、このお姉ちゃんは強いよ。それでも気づかないふりを通せる。見える子ちゃんだね。お、警備員の人さっきぶっ刺さってたのに。体から彼岸花が生えてる。え、誰？あ、じゃあお母様か。子供が亡くなった子供の。あの声がこもっております。いや、今回すごい、どんどんね仕掛けてきてる。え、ん、手前にいる子たちはなんだ。ああ、黒い液金髪になってた。あ、あー
前らまあ言うんかい。いや、どうこれすごいね。今まであった被害者は私が増えてますね。おそらく後ろにある写真はお葬式の時に飾れるね。当の本人の写真なんだろうけど、そこに私の写真が追加されてるんですね。あらら、もうこれ無理だよ、もう。一つ言ってあげよう。俺に踏切が見えないのはなんでだ？俺に踏切が見えないのはなぜだ？おそらく俺のね、歩数とかそういう歩幅換算でいくと、ここに踏切があったはずなんだよ。だがなぜ俺には踏切が見えない？これは、踏切が見えないように細工されてるんじゃないでしょうかね。俺の予想は 20% 当たるんだべ。すごいすごい。20% ってかなりの確率だよ。少ないと思ったでしょ。いや、かなりの高確率なんだよ。どうしてこの駅に気づいてしまったお姉ちゃん。そして後ろには郵送電車が走っていくと。耳を押さえてもつんざく音。そう、これは脳に響く音だから耳を塞いだところで聞こえてしまう。ごめん、ごめんね。そう、意外と目やっぱ綺麗なのね。この双子は美人だったんだな。やっぱ郵送って書いてあるもん。ほら、後ろに。私はあなたと比較されるのが、やっぱそうだ、比較されるのが嫌だったのが、もう双子あるあるの話だよな。でも妹も妹でそれは辛かったことなんだ。お姉ちゃんが辛いってことは、それ双子でそこで分かってほしい。お互いが辛かったんだから、お互いに慰め合ってさ、足りないところをお互いで補い合えるのが、兄弟、そう、双子である、いいところでもある、姉妹でいいところでもある。呪縛なんて言っちゃいけないよ。でも、このまま進むしかないからね。あ、でもこれであれか、もう踏切の方に進まなきゃいけないんか。はぁ、なるほどね。あ、それで、あれか。なんだ？姉の方が生き残ってるのが嫌だからっつって妹の方が無理やり連れて行こうっつうわけで、今回こういう風に草薙駅で連れてきたっちゅうわけか。なるほどね。あ、でも踏切あるじゃん。だいぶ先の方に移動させられてたんだ、これ。あ、で楽になれよっつうことね。一人で旅立つ？どういうことだよ。いや、これ違うな。違うの？違くないね。やっぱそうだよね。あ、もう、デッドエンドじゃないですの。どうして？あ、で、何？あ、違う、彼岸花じゃない。赤灯籠みたいな。どうしてあなたはいつも。あ、で、連れてかれちゃうんか。いや、もう、結局あれか。じゃあもう全作品通して、こういう終わり方になる。いや、最終回にはもってこいの重厚感だったな、今回。いや、すごい濃密だったね、これ。スタッフロールかな？はい、終わりました。いやー、ちょっと最終回、これ、重い話だったな。飛び降りるやつもさ、結構なんか重めな話だったけど、今回のやつは物語の重厚感、プラス、驚かし要素半端ない多かったからね。いや、最終回には、ジャストな物語だったんじゃないでしょうか。つーことで、とりあえずね、一旦このシリーズは終わりになるかな。で、
いろいろな中でパソコン版の方でそのコラボ作品とかいろいろあるんだけど、まあ一旦置いてね、一旦それは置いて、コラボじゃない方、普通のズグの日の新しい新シリーズが出たら、その時にやっていこうかなと思います。はい。いや、ちょっとね、製品版っていうか、一応ね、テレビゲーム版の配信が始まって、そっちの方がたまたま見つけてね、購入してやってみたんだけど、やっぱり神作品だったね、ズグの日は。やってて思う。やってる時間帯も時間ですごいスパイスになって刺激になっていいんだけど、なんだろうね、みんなにこうコメント欄とか見てるとやっぱ怖いというより、会話が面白いって言ってくれてる人たちが多かったからすごい嬉しかったんだけど、今一度他の実況者さんでもいい、次の日を見てほしい。なぜかって俺の実況はふざけちゃうんだよ。はい、じゃあそうね、オープニングの映像が変化するところを見て、この次の日お別れしたいと思います。アイムシアンさん、神作品ありがとうございました。本当にあ、そういうこと、これさ、やる順番しくったわ。うわ、これさ、並走電車やってから、いや、じゃあ順番入れ替えてよ。はい。じゃあ終わり。